今回の動画では文学史の中でもこの江戸の時代を見ていくんだけどちょっと文学の担い手についておさらいをします平安時代には貴族鎌倉室町時代では武士や僧侶の人たちが文学の担い手でしたじゃあ江戸時代には誰がその担い手になったかなみんな予想できるかなはい 正解は町人と呼ばれる人たちです町人いうのは町に住んでいる商売をする人職人さんのことですねこういう人たちが文学の担いい手になっていきます。今回見ていく江戸時代なんですけど始まりは1600年それから終わりが1850年ぐらいですかね。 1800半ばくらいなんだけどこの時代ですでそれを文学史では3つに分けることができますまず前期中期そして最後に後期とねこの3つに分けて考えていきますじゃあまずは前期から見ていきましょう江戸時代の前期に生まれた作品には「日本永代蔵」という話がありますこれを書いたのは井原西鶴という人です 井原三角は町人の家に生まれた人なんですね。で、えー、これ「浮世雑誌」と呼ばれる作品なんですけど今までの浮世っていうのはつらい世の中だったんだけどこれ浮かぶっていう感じがありますよね。つまりふわふわと浮いている楽しいもうこの世の中は楽しいもんだっていうもう人生を楽しまなきゃ損だよねっていうね。 そういう考え方のもとに生まれているようなお話です。で、この日本永代蔵、どんな話かっていうと、どうやったら金持ちになれるかっていうのを書いた本です。で、この中で、金持ちになるための薬っていうのは出てくるんですけど、その材料は何だと思うちょっとトンチクイズみたいだけど。はい、答え見てみましょう。答えは、早起き。それから家の仕事。副業。 節約それから元気でいるこ,とこれが一番金持ちになる可能性を高めてくれるっていうふうに言うんですね。いすちょっと納得かなはいそして江戸時代の前期には俳句がはやりますね。松尾芭蕉という人が書いた旅をして俳句を作った時のこの本なんていうか覚えてますかねはいこの本は「奥の細道」という紀行文です。 じゃあ時代を進めて江戸時代の中期に移していきましょう江戸時代の中期はここに1600ここに1800ってあるので1700年頃のことを指しますでこの江戸時代中期になると人形浄瑠璃という文芸が盛んになってきます人形浄瑠璃浄瑠璃って聞いたことあるかなはいでこの人形浄瑠璃の このう,う,うに行いこの劇の題目で有名なお話が、曽根崎真珠というお話です。この曽根崎真珠、庶民のね、町の人が主人公なんだけど、その若い男女のカップルが恋とか人付き合いとかお金のことで悩みに悩んで、最終的に真珠してしまうんですね。一緒に自殺してしまうんです。なんかドラマみたいな感じだよね。 でもこれ実際にあったらすごいニュースになると思わない多分朝のニュースとかその話で持ちきりになるんじゃないかな実はこの曽根崎真珠の元になったお話はね実際にあったことなんですね実際にあったそのニュースを元にして人形浄瑠璃でこの題目が行われたっていうのがポイントですこの曽根崎真珠のお話を台本をね書いた人は近松門左衛門という人ですはい でちょっとおさらいなんですけど今まで流行っていた文芸江戸の文芸というのは前期では絵本が出てきましたねこれ絵で見て楽しむものそして中期には人形浄瑠璃が出てきましたこれらのものの特徴共通点みんな考えられるかなこれらのものって文字いらないんだよね文字関係なし、はい、絵で見てこう目で見て楽しめるものでしたで後期になってくると 今度は文字中心の小説が出てきます。江戸時代後期になるとめっちゃ人気だった長い小説が生まれます。それが南里見八賢伝という本ですまあタイトルも長いですね。これを書いた人は極低馬琴という人でお話は時代劇みたいな感じなんですね。 運命的に結ばれている兄弟8人が、まあ、運命的に結ばれているだけなのでみんなバラバラに生まれます。で波乱万丈それぞれの人生の中でだんだんとこの8人が1か所に集まっていくんですねそういうストーリーですこの「南宋里見発見殿」全部出来上がるまでに28年かかったらしいですこれはちょっと死ぬまでに読めた人がいるのかなっていうのも <laughs> あるかもしれないですね はい、ここまで江戸時代の作品までが今私たちが古文と呼ぶものですまあ私たちからしたらちょっと読みにくいよね現代語訳ないとなかなかつらいかなこの後の時代からはまあ歴史のきっかけもあって私たちが読むような文章の本に変わってきます最後に江戸時代の文学史のポイントをまとめておきます 江戸時代文学史で考えると前期中期後期と3つの時代にというか時期に分けることができます。まず前期ね前期に生まれた作品としては日本英帯蔵町人の家に生それから俳句の紀行文で奥の細道松尾芭蕉の俳人の作品ですねこの2つが出来上がりました。 そして中期。中期になると人形浄瑠璃の文化が出てきます。曽根崎真珠という作品がその劇の演目の一つでこの作品は近松門左衛門という人が書きました後期になると文字中心の作品が出てきます。南宋里見八見伝という本は極帝馬琴という人の長編の作品です。